私は不安障害で休職中です。きっかけはコロナのクラスター発生でした。日々感染対策を徹底して対応していたつもりでした。しかし院長よりスタッフが感染を広げたと言われ、とてもショックを受けました。私たちのせいで患者様は亡くなられてしまえたのか、殺人者がこのままのうのうと生きていてよいのかと、日々ぐるぐる思考が止まりません。この罪は一体誰が罰してくださるのでしょうかと。答えられる範囲で構いませんのでご意見いただけると幸いですと。なるほどね。病院で勤務している人なのかな。で、お前たちのせいなんだみたいなことを言われちゃったってことですね。個別の質問には答えられないので、あくまで一般論として語りますけれども、まあ休職中の人であるっていうことと、あと誰かが死んでしまったんじゃないかとか、自分は殺人者なんじゃないか、もしくは殺人者の仲間なんじゃないかと思ってる、そういうのはですね、まあちょっと普通の精神状況じゃないって感じしますね。だからこれを見るとうつ病の在業妄想っていうのを考える。まあ国家試験とかだったらね、これは何ですかって言ったら在業妄想って言って丸つけたりしますね。だから在業妄想に支配されてしまっている状況っていう風にこの文章だけを見ると考えますね。ってことは不安障害で在業妄想を発展させてるっていうことよりも、うつ病で在業妄想を発展させてると考えることが多いかもしれないですね。まあちょっとわかんないですよ。個別には答えれないんで。まあそういうのをまあ考えますね。ってことは今の薬物治療で合ってるのかな、合ってないのかとか、主治医はちゃんと知ってるのかとか、こういう思いがあることを知ってるのか、診断はどう捉えてるのか、それが妄想的なもの、思考が止まらないっていうところまで悪化してるってことを把握できてるのかっていうのがポイントかなと思いますね。大体隠してるつもりは患者さんないんだけれども、悪いことって言わなかったりするんで、主治医側も気づけないことがあるので、これはきちんと伝えて、見て早めに受診をして伝えて治療方針を検討するっていうのはいいと思いますね。でですね、この思考はですね、治療によって改善する可能性がかなり高いので、そこはご安心ください。はい、まあそういうものかなと思います。だからあんまり考えない方がいいね、この問題はね。病状によるものの可能性が高いので。